やってきました北海道大学です。はい、こんにちは。ということで、北海道大学に来ていました。北海道大学で理学部で研究していらっしゃる相馬先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。相馬先生、どんな研究をしていらっしゃるんでしょうか。はい、鳥を対象にした、コミュニケーション行動の研究をしています。なるほど。はい、そうなると、人のコミュニケーションの方もすごく得意だというところですかね。得意かどうかわからないですけれども、うん、鳥と人っていうのは非常に対照的というか比較できる部分があるので、うんうん、何なりとご質問いただけたらと思います。そうですか、はいはい、私も最近ちょっと移動したばっかりで人間関係とか人のコミュニケーションってところに悩むところがあるので、今日は相談に乗っていただきたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。それではですね、先生、はい、私、最近移動しまして、はい、新しい今まで行ったことのない職場というところに移動したんですけれども、うんうん、ちょっとこうまだ初めて会う人たちが多くて、うん、どうこう仲良くしていったらいいかというか馴染んでいったらいいのかっていうところが、なんかこうアドバイスいただけないですかね。あ、はい、鳥だとですね、地域によってコミュニケーションに使う、はい、音声が違う、少しずつ地域差があるということが、コミュニケーションに使う音声が違う。そうですね、つまり要するに、そうです、はい、で例えて言うと、はい、人間の方言に非常に近いような地域差というのが見られます。方言、鳥にも方言があるんですか。あ、そうなんです、そうなんです。で、全部の鳥で あるわけではないんですけれども、うんうんうん、特に学習によって音声を獲得すると言われる鳥の場合には、うんはい、方言が出がちです。例えばどんな鳥が、例えば皆さんに卑近な鳥で言うとですね、うん、カラスは、はい、カラスのカーってやつですね、はい、地域差があるということがもうすでに示されています。なんかこう関東とかと、そうそうそう、例えば北海道とか、うん、地域によって少しずつ違うというのは、うんうん、おそらく聞いて獲得して出す、人間で言うと赤ちゃんとかお子さんが、周りが喋っているのを聞いて自分の言葉を学ぶみたいなことが起こってるんですけど、あれは先天的に使えている言葉じゃないで、じゃないです、後で、ま、後で学んでるんですよね。そう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 、聞いた、記憶に合わせて、うんうんうん、出せるようになるというのが学習、うんうん、発声学習なんですけども、で特に、人間の言葉の場合には、うん、英語話者じゃない人が英語を獲得するとか、うん、フランス語とか辛いじゃないですか、うんうんうん、ですね、あれは学習が、閉じがちになるってことが、うん、閉じる、閉じる、閉じるっていうのはどういう表現なんですか。専門用語で言うと、うん、臨界期または感受性期っていうんですが、はい、要するに学習に重要な時期っていうのが小さい頃に起こるんですね、うん、人間のお子さんの場合には、うん、それより過ぎちゃった後で中学とかで L とか R とか言われると、うん、いやよくわかんない、だから意識的にこう舌はこうしてとか言われないとわからないじゃないですか。でそれはちょっとクローズエンドな側面があるから、どっかでクローズしちゃうんですね、はいはい、なるほど、はい、で人間の場合はそうなんですけども、はい、鳥はクローズなものとオープンなもの両方いるんですけれども、うん、新しい土地に行った時に学び直すってことができるやつもいます、はい、でこれは鳥でいうとオープンエンドと呼ばれる学習に近いような特徴なんですけど、はい、でそうすると鳥の場合にすごい重要なのは、うん、鳥は縄張りを持っている場合、うん、自分の地域の方言を喋っていると、うん、そうすると縄張りが侵入されにくかったり攻撃されにくかったり、うん、買ったりということで、その地域に馴染めるために、はいはい、余計その地域の方言を習わなきゃいけないってことが生じるんですね。で、そうやって頑張ってその地域に定着するみたいなことが起こっている可能性もありますね。なるほど。それを人に例えると、例えると関西とかでなんか二度漬け禁止って考えたら、はいはいはい、やっぱ二度漬け禁止じゃないですか。わかりますね、はい、ね、そう、それは尊重しなきゃいけないとか、はい、でもあんま
まりエセ関西弁喋るとちょっと嫌じゃないですか、うん、そうだけど、ね、まあ、頑張って合わせてるよみたいな職場のカルチャーに合わせるっていうところはやっぱりうまくやっていくコツかもしれないですね。なるほど、そのカルチャーに合わせる、そして合わせる姿勢を見せるってところが大事だっていうところですね。なるほど、わかりました、ありがとうございます、いえ。